中小企業などの経営支援を行う国の無料相談機関栃木県よろず支援拠点は今日、支援を受けて業績アップにつながった企業の事例発表を行いました。県よろず支援拠点では去年1年間で県内の中小企業や小規模事業者から経営改善や事業承継などおよそ9300件の相談を受けて、それぞれの分野の専門家がアドバイスなど支援を行いました。このうち164社の創業につなげました。今日は支援を受けた小売業やサービス業などの3つの企業とそれぞれの支援に当たった専門家が事例を発表しました。このうち小山市の漬物の製造販売おばね屋は、商品開発とマーケティングを県よろず支援拠点に相談しました。価格やパッケージ、味への意見を消費者から直接聞けるテストマーケティングの提案を受け、開発中の試作品の試食やアンケートを宇都宮市の道の駅を会場に4日間開催しました。一つの中小企業だけでは難しいテストマーケティングを県よろず支援拠点のチーム支援で成功させ、商品開発にもつなげました。消費者の感想をたくさんいただきました。そして開発した商品におかげさまで自信良かったのかなって、少しでも自信を持つことが今回できました。今日は他にも県よろず支援拠点の矢口俊夫コーディネーターが、廃業支援はなぜ必要なのかをテーマに講演し、前向きな選択としての廃業と早めの相談が重要と話しました。今年の事例発表会は、特に支援機関であるとか金融機関様向けを意識した構成といたしました。各機関様にもそのご協力をお願いしたいという趣旨で、今回の事例発表会セミナーは開催させていただきました。